東海クラシック、この大会3年ぶりの出場となる石川遼、2週前の ANA オープンで今シーズン国内戦初戦ながら見事に優勝しました。勢いに乗る石川遼ですが、インスタートの10番でした。パー4の第2打、ピンそば 2.5 メートルにつけると幸先の良いバーディー発進。さらに15番では5メートルのバーディーパット、これを見事に決めます。初日はパットが冴え渡り8個のバーディーを奪取した石川、首位と3打差の3位タイにつけ今シーズン国内2勝目を目指します。上がってきましたね。大きくそのスコア崩すっていうことはなかったですけど、バーディーの数をどんどん取っていく